Piu, 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 やってみました。朝まで生討論。ね、どうするどうなる、今後のスペシャル弁当ということでね、今日はじっくり、スペシャル弁当についてね、朝まで討論していきたいと思います。申し訳ありません。私、司会の、田原芳一郎でございます。いや、やっぱりスペシャル弁当はやっぱりスペシャル弁当だと思うんですよね、私ね。スペシャルな弁当、ね。やっぱりスペシャルな弁当でやっぱり親しまれてると思うんですけどもね、そこら辺のことをですね、評論家の佐野さん、ちょっとお伺いしてもよろしいですかね、評論家の佐野さん。どうもどうもどうも、評論家の佐野でございます。ね。やっぱりですね、私が思うにですね、いろいろこう、なんて言いますか、スペシャル弁当とか、いろいろあるんですけどもね、やっぱりメインがやっぱりね、スペシャル、ね、ちょっと親しみにくいんですよね。ですので、今回ですね、スペシャル弁当のことを略してしまったらどうですかね。スペ弁当。ね、スペシャル弁当じゃなくて、スペ弁当。ね。まあまあ、わかるんだけどね。スペ弁当。まあ、そう、君の新たな知ってることはわかるんだけども。スペ弁で、ね、今後やっぱりスペ弁なんでしょうね。いろいろあるんですけどね。スペシャル弁当、のり弁当、鮭弁当いろいろありますけど、スペ弁。これで親しみることは間違いないようですね。スペシャル弁当じゃなくて、スペ弁当。ね。まあ、君の言ってることはちょっとよくわからない。親しみやすいですよね。結局あれでしょ？そっち略すとか略さないとかでも結局は同じところやっぱりスペシャルベントなんですから。スペペンがいいんじゃないですかね。決めてることはやっぱりちょっとちぐはぐだな。これなんだお前は。親しみることは間違いないでございますね。黙れ黙れ。スペペンがいいんじゃないですか。黙れ。黙れしょい。まあ、でも、まあ、そう、お怒りになってもちょっとね、怒りを沈めていただいてもよろしいですか？私はね、こう、紳士的に話しちゃうね。あなたがね、そういう態度だったらね、私もちょっと出るとこ出るな。どぼろしょい。君がそういうのだったら、私もちょっと出るとこ出るよ。うん、こういうテレビの場所ではね、ちょっと言い難いけどね、君がそういう態度を取るんだったら、私もね、いろいろこう、楽屋とかに行って、ね、殴り合いとか何でもするよ。だから、違うんだよ、君の言ってるから。もう、何度も言わせてわからねえな、お前は。君がそういうのだったら、お前なんだお前。結局お前、大体お前、ペスト弁当とかなんかスペ弁当とか言ってるけど、お前、結局お前、ハゲなんだろ、お前、結局お前は。君がそういう態度を取るんだから。ハゲだからお前、そんなこと言ってんだろ、お前、ハゲ。いろいろこう、ハゲ、お前、出てけ、お前、ハゲ。ねえ、いいよ、お前。あんたは何なんだよ。もういいよ、わかんないよ、ハゲはいいだろ。だいたいハゲはどう、なんでハゲ、よくわかんねえ、ハゲの言い方しやがってわかる、お前、ハゲ。スペ弁当は。アホだな、お前、この野郎。君はなんだ、だいたいお前、結局は、ハゲが悪いんだ、お前。そういう視界の、そういうものをですね、あなたの権利を乱用してる。ドハゲだな、お前、この野郎、お前。君はもうダメだ。いいよ、お前は。ダメだ。お前の言ってるのもういいよ、わかんねえよ、ハゲだから。お前、視界をやる気がない。なんだかよくわかんねえ、ハゲの言い方しやがってわかる、お前。ハゲをやっ、アホだな、お前。ハゲは、お前。あ、もう知らんだろ、お前は。結局知らんだろ、お前。そうやって、お前、ハゲとか言われてないよ、お前。え？ハゲだよ、お前。ハゲだ、ハゲじゃないよ、お前。知らんだろ、お前は。ハゲは。大体、お前、なんだ、お前。ドハゲだな、お前、この野郎、お前。頭が何だよ、それ、お前。いや、もう2週間、お前、頭が何だよ。何でも言ったらわかんねえな、お前、この野郎、お前。お前、こんな、この野郎、お前。この野郎、お前、この野郎。殴ってやろ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 、お前、この野郎。バカ野郎お前。大体お前は何だお前この野郎。頭にくるかばっかり言いやがってお前。ボールってボールが。ポスだお前この野郎。楽屋来いお前。え？撃たれたお前。撃たれたお前。何なんだお前は。え？撃たれたお前。何なんだお前は。何なんだお前。お前。お前。全然ポスだお前。え？全然ダメよこの野郎。この野郎お前。一体この野郎。何なんだお前この野郎。スペシャルベントとかスペシャルとか言う。弁護士の弁護士。大体お前ハゲだ。ハゲとか。よし！痛い。何なんだお前。何なんだお前。全然ダメ！え？バカ野郎お前。全然ダメ、この野郎。この野郎お前。もういい、お前。え？CM 行って、CM、CM。この野郎。お目薬でお見せいただきました。何なのお前、この野郎。え？もう弁護士も弁護士。ね、どうするどうなる。今後のハゲとか。何だかお前、よくわからねえお前。お前はだったらお前のハゲはダメだって言ってたね。結局ハゲはダメなんだってね。知らんがん、この野郎お前。ハゲじゃねえぞ、お前。いい、もうこんなもう帰るも帰る帰るもお前。どうするギャラ振り込めよ。今後のスペシャル弁当。ギャラ振り込めよ。ハゲということで。ダメじゃないよ、お前。ね。バカ野郎、お前。はい、どうもありがとうございます。ダメじゃないよ、お前、この野郎。CM 行け。CM 行け。お前、何なんだ、この野郎。バカ野郎、お前。CM、CM。ダメじゃないよ、お前。この野郎。もうギャラ、もうギャラ振り込めよ。おい。お前、こっちはギャラで来てんだからな。おう。お前、今日のギャラはいくらだ？え？お前、5000円じゃねえだろ、お前、この野郎。え？もう5万振り込めよ、お前。おい、5万だぞ。5万、5万。明日中だぞ、お前。おい。
ふざけやがって、この野郎。え？だいたいな、あの司会者なんだ？あの司会者なんだ？ふざけじゃないぞ。言っとけよ、お前、この野郎。え？楽屋来いって、お前、言っとけよ、お前。ぶん殴ってやろ、お前、この野郎。この野郎。え？バカ野郎。つらいんじゃねえの？野郎。あー、へこっちゃった。